ただの会話の中で感染が広がっているとか、ある程度の距離があってもそれが広がっているような、そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。空気が淀んでいると、つまり空気の流れがないということで、長時間その場所に留まるっていうことになります。